どうもどうも、社畜ですって言ったところで、本日も飛び盛りをやっていきたいと思います。で、世間ではもう夏休みなんかな。多分この動画が出る頃には夏休みに突入されていると思うんですけど、皆さんどうお過ごしでしょうか。っていうわけで本日もね、飛び盛りをやっていきたいわけなんやけど、今日はどうやら草の日なので、ちょっとね、広場に後で行ってみたいと思います。実はまだ草の日の公共事業を取っていないので、それも取りに行くっていうのが目的ですね。そしてこれは多分明らかにだよな。ちょっと待って、外してんだけど。おい、何やってんだ。 OK、 今度こそ。おい、ちょ頼むぜ。お、捕まえた。明茜とこいつもね、まだ捕まえてなかったな。っていうわけで本日もやっていきますか。お、ミミちゃんどうしたん。社畜くん元気そうだね、バナーナ。そういえばどうしたの。そういえばお前と話すの久しぶりだな。何、社畜くんって地元大好きって感じだって噂になってる。どういう噂やねん。どういう噂ですか。注目の的になるなんて超羨ましいんだけど。いや、そうでもないと思うよ。まあ別にいいんだけどさ。そして前置きはさておき、本日はね、皆さんに報告しないといけないことがあるんですよ。まあその報告っていうのが、まあ新しい家族がね、新たに加わるっていう話ですね。まあすでにちらっと聞いた方おられるかもしれないんですけど、まあとりあえずね、新しい家族が加わるんですよ。まだね、ちょっと写真とか映像ではね、見せることができないんですけど、まあまあとりあえずね、双子かな。双子双子ではないね、四つ子かな。で、四つ子のうち姉妹を、まあ、引き取ったっていう感じですね。で、まあ四つ子って聞いたから、もうすでにね、勘がいい人ならわかると思うんですけど、新たにまた猫を飼うことになりました。イエーイ。っていうわけでね、まあ、すでにもう家に来ているんですけど、まあいろいろあってね、まだちょっと映像で見せることができないので、また後日見せることができればなと思います。ちなみにその2匹は、これ言っていいのかな、ちょっとね、まだ詳しくは言うことができないんですけど、いやー、言いたいのは山々なんだけど、まだくるみさんからね、この件に関して映像を見せていいとか、あとは何を買ったとかね、そういう許可をいただいてないので、まだね、皆さんにおしゃべりすることはできないんですよ。まあ基本的に許可制なんで、で、許可いただいてからまあ公開するっていう形ですね。ただまああれやな、まあ、報告だけはね、先にしといた方がいいかなと思って。ちなみにぬんちゃんの方は順調にね、家には慣れてきておりますね。ちなみに今ガシャンって言ったのは、隣の部屋で猫が何かを倒したからですね。まあ、何を倒したのか何を暴れてるのかは分かりませんけど、とりあえず隣の部屋でバタバタやってるみたいなんで、またね、この動画撮り終わったら隣の部屋に行きたいと思います。ちなみにまだ猫の名前は決めてないんですよね。だから今のところまだ名前はなしかな。うん、まあまあゆっくり決めればいいかなと思っているので、まだ決めてないって感じですね。で、まあ2匹いるので、まあどうしようかな。まあまあそこはね、ちょっと相談しながら決めようかなと思います。で、本日は草の日なので、はい、広場にやってきましたと。ちなみにこの草の日が本日のメインだからね。そう、まあ猫の報告もそうだけど、まあ、草の日にオブジェクトをもらうっていうことも今回の動画の一つの目的なので、ようやくね、目的の広場に来ましたと。はい、まあそういったところでね、本日新しい家族が加わったっていうことで、これからも動画にちょこちょこ猫が3匹出てくる可能性があるので、そこはね、皆さんご了承ください。まあまたね、猫同士が遊んでる動画とかもそのうちね、あげられればいいかなと思っておりますので、もし上がったらぜひね、みんな見てくれ。いやー、マジでさ、これから家がやべえな。もう常ににゃん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 みたいな感じになっちゃうかもね。まあどうなるかわからないけど、ただまあ僕の部屋に猫が来ることはほぼほぼないので、まあまあまあそんなににゃんにゃん言うことはないと思いますよ、動画撮ってて。うん、まあ、今でもそんなにゃんにゃん聞こえてないと思うので、多分まあそこについては大丈夫かなと思います。はい。っていうわけで、
飛び盛りを進めていきますか。進めていきましょう。いやー、それにしてもさ、学生はもう夏休みなんでしょ。いやー、いいなー。高校生とか中学生ってどれぐらい夏休みあるんだろう。確か自分の時は確かね、7月の半ばぐらいから8月の31日まであった記憶があるんですよね。で、まあ約45かな、確か45か46ぐらいだった記憶があるんですけどね。今はどんな感じになってるんでしょうか。ちなみにみんな知っていると思うんだけど、夏休みって地域によって違うんですよね。確か北海道は2週間から3週間ぐらいだったよね。確かそれぐらいで、で関東が7月の20日から8月の31日で、大阪が7月の20日から8月の25までやった記憶があるんですよ。そう、今年はね。だからまあ一番長いのは関東の方とかかな。あと中国地方も長いっていう噂なんですけど、まあどうなんでしょうか。ちなみに私立は学校によってバラバラなんでわからないですね。公立はそんな感じになっているみたいなんですけど、ただまあどうなんだろうな、確か私立の方が休み自体は長いんじゃなかったっけ。僕もね、ずっと私立通いだったんですけど、確かね、公立に通っていた友達よりかなり長かった記憶があるんだよね。まあかなりって言っても約1週間ぐらいだったけど。はい、まあそういったね、夏休みトークでしたと。ちなみに僕はね、毎年夏休みはね、琵琶湖に行ってましたね。琵琶湖ってみんな知ってる？知らない人ってさすがにいないよな。ね、けどあれかな、北海道とか東北の方に住んでる人ならもしかすると知らない人もいるんかね。どうなんでしょうか。うん、まあ名前だけ聞いたことあるけど実態は知らないみたいなね。でまあその琵琶湖に、まあ、毎年行っていたんですけど、湖なんだけど海みたいにでかいんですよね。そして海水浴場がなぜかあると、ね、湖なのに海水浴場があるんですよ。大見松って知ってる人いるんかな。大見松だっけ、ちょっとね忘れたんだけど、高島だっけな、まあそこら辺かな。そこら辺はね、水が割と綺麗で、で入っても OK なところがあるんですよね。浅瀬があって、でそこがまあ海水浴場みたいになってると、ね、屋台も出てるし、ね、よく行ってたな。あと大見舞子かね、懐かしいな、ね、そこら辺はねよく行ってたんですよ、小さい頃だけど。ただまあ高校からは忙しくなって、まあ、行かなくなったかな。しかも結構遠かったからさ。うん、けど琵琶湖ってね、関東から行く人も結構いるんですよね。そう、ちなみに琵琶湖と海だと琵琶湖の方が圧倒的に泳ぎやすいと思いますね。まあなぜかというと、まず淡水だからですね。淡水なのでしょっぱくないと。あとは肌に水が染みないんでね。うん、海の場合だと塩水だから、ね、怪我とかしてたら結構ね染みちゃうんですよ。そう、あとは日焼けしてたらめちゃくちゃヒリヒリするみたいな。そして波が少ないんですよね、琵琶湖の場合はね。まあそれらのことから多分ね、琵琶湖の方が泳ぎやすいんじゃないかな。だからまあ僕は海じゃなくて琵琶湖行ってたっていう経緯もあるんですよ。はい、まあそういったところでね、せっかくの夏休みなので、もし時間がある方はぜひね、琵琶湖に行ってみてはどうでしょうか。ね、僕の夏休みの一押しなんで、ね、絶対行った方がいいと思うよ。行って損はないと思うので、ね、もし時間に余裕があればね、ぜひ行ってみてください。ね、ちなみに僕も時間があれば今年もね、琵琶湖には行こうと思っております。そう、まあ、行ければいいんだけどな、時間がね、なかなか厳しいんだよな、やっぱり。そう。あとは人混みが嫌いなので、ピークの時に行きたくないんですよ。だからまあシーズン前か、まあ、シーズンの終わりにね行きたいんですよ。個人的にはまあシーズンの終わりの方がやっぱ空いてるので、まあ、人混みが嫌いな人はねそちらの方がおすすめなんですけど。いやー、やっぱりね、学生の夏休みのど真ん中、特にお盆あたりはね、やっぱ人がめちゃくちゃ多いので、個人的にはおすすめできないですね。そして待てよ、交番になんとなく立ち寄ったんだけど、なんか落ちてんだが、ポリネシアンな服 N、 あーなんかあったわ、とりあえずこれもらっとくか。はい、まあそういったところでね、本日の動画はこのあたりで終わっていきますかね。やばいな
新しい家族ができたという報告と、あとはまあ公共授業が欲しかったから、まあ、動画撮ってたわけなんだけど、割と喋っちゃいましたね。っていうわけで本日はこの辺りで終わります。最後にチャンネル登録だけ皆さんお願いしますね。じゃあね、みんな、バイバーイ。